そうですね、まずこのスタミっていうのは見どころとしまして、芸能音楽分野の若者たちがすごいやっぱ魂を燃やしてあのミュージカルスターを志す話なんですけど、やっぱっていうそのもうそのなんていうんですかね、ストーリー自体にやっぱこの役者としてすごく親近感湧くものがありまして、僕たちもすごく情熱を持って魂を燃やして取り組める内容というか、すごくその自分たちもやっぱそのキャスト、若いキャストだったり、あのまだ今回が初舞台なんて人もいるんですけども、なんか本当にこの世界をよりその勝ち抜いていくために、楽しんでいくために、なんか今頑張んなきゃなっていうのをすごい思ってる人みんなで、そういったところがそのリンクする瞬間みたいなのもすごくこの作品の魅力かなって思ってますし、はい、なんかそういうところもすごい見どころかなと個人的には思います。まあそうですね、前回の先輩方の、歴史をしっかり僕たちが受け継いで、その上でまた新しいスタミニを届けられるというところが、まあ、魅力でもあり、そして僕個人的になんですけれども、そのチーム大鳥なんですけれども、チームヒイラギのとある曲がもう本当に大好きでですね、よかったらぜひ見てもらえたらなと思っております。どうだろう、楽しみ。最後の方ですね。最後の方。マジでかっこいいんだよ。ぜひぜひ見てください。始まって頭から最後までずっと、芝居あり、歌あり、ダンスありと本当に盛りだくさんで、僕たちも曲を通して物語とリンクさせてっていう、この曲への理解も含めて、この稽古期間ずっと頑張ってきて、でお客様に笑顔になってもらえるように、そして感動とこのスタミというものをたくさんの人に知ってもらえるように精一杯頑張っていこうというみんなでの気持ちが合わさった公演にしていけたらなと思っておりますので、一公演一公演大切に演じていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。スタミューという作品はすごい それぞれのキャラクターの個性みたいなものがなんていうんですかね、それぞれあって光り輝いているようなところがあって、でもなんかその最初ってやっぱりまとまりがなくて、みんなそれぞれのキャラクターっていう感じなんですけれども、その順平演じる星谷優太中心にどんどんチームになっていって、僕らキャスト陣も稽古しながらチームになっていってるっていう感じがすごくなんか幸せに思える時間ありましたし、そういうものがこの舞台を通してお客様にも届けばいいなと思っております。そうですね、スタミューの見どころはやっぱり青春がテーマになっているところだと僕は思ってまして、なんかそのやっぱりアニメでももちろん青春を画面を通して感じられますけど、やっぱり舞台だったらもう本当生で劇場で感じられるっていうのが、その青春を一緒に僕たちと一緒に物語を紡いでいけるっていうのがね、やっぱ舞台スタミューの一番の見どころですし醍醐味だと思ってますので、まあ、今作も新ミュージカルスタミューになってますけど、同じように青春を感じていただければなと思っております。はい、そうですね、新ミュージカルスタミューということで、前回の諸先輩方のものをこうリスペクトしつつ、ただ模倣するだけではなく、やはりこう新キャストだからこそできる演出だったりだとか楽曲だったりだとかっていうのがたくさんあります。そういうものにですね、やっぱりこう僕もこう和光度たち のひたむきに頑張る姿だったりだとかっていうのに僕自身もこう実際感銘を受けてこのステップアップできた部分があるので、そういう部分、特に真の部分っていうところを皆さんにこうお伝えできたらいいなっていうふうに思っております。和光度、若い人と書いて、若い僕ら若コードなの、初めて言われましたよ、君たちは若コードジャンル若コードジャンル若コード。久我はですね、一見クールなんですけども、やっぱり奥に秘めてるものはものすごいものがありまして、なんかそれを歌で表現できたらいいなっていうふうに今作は思ってますので、その芝居中はクールですけど、歌歌った時にそのあんなにくがった熱いもの持ってるんだ、こういう人なんだなっていうのは伝わればいいなと思ってます。そうですね、成幸は
あの他のところでもお話ししたことがあるんですけれども、成長する姿が本当なんか一番魅力というか見どころなのかなっていうところもあり、一番シーンとして見てほしいところは、まあ、そうですね、星谷君とのまとわるシーンでソロの曲とかがあったりするんですけど、そこが一番なんだろう、僕としても大切にしているシーンだったりするので、そこを見ていただけたらなと思っております。どう？月神海人という役はですね、あの兄のことをあのすごく思いが強い男の子なので、うん、まあ、その表情だったり歌だったりからお客様がいろいろ感情を読み取ってもらえるように、あの頑張りたいなと思っておりまして、で、まあ、あとはチームメイトと打ち解けていくところが特にあの見てもらいたいポイントなので、精一杯頑張ります。お願いします。はい、頑張ります。はい、僕の演じる天元寺かけるという役は、歌舞伎の名門の家に生まれまして、で友達を作ってこずに自分の芸事に精進してきた幼少期からの人生だったんですけれども、あの星谷たちチーム大鳥のみんなと出会うことで仲間になり友達になりっていうので、そのそれまでの一人で生きてきたというか、そう思って生きてきた人生から仲間ができるこのチーム大鳥としてのメンバーとしてのストーリーみたいなところの変化を見ていただけたらなと思っております。でですね、僕の演じる大鳥居月はあの、まあ、楽曲があるんですけれども、あのすごくあの大立ち回りしていて、あの何ですか、あの大鳥先輩ここ自由ですって言われたその自由パートがむちゃくちゃ長くて、でもだからこそ、まあ、その吉原が演じるが多分乗っかってると思いますし、あの毎回、まあ、ちょっとずつ多分変わってくるところだと思うので、あの刮目していただければと思います。だいぶ注目がつきます。あもうやっちゃうぞっていう気持ちも溢れてますね。まあ、そこで一生懸命頑張りたいと思います。自分演じる星谷優太君はですね、なんて言うんでしょうね、綾波学園に入るときは素人同然の男の子でして、そんな子がどんどん成長する姿が今回見えるんでね、あの頭とお尻ではやっぱなかなかちょっと違う星谷君が見れたりするんじゃないかなと、一つそこが魅力でございます。うん、ぜひ楽しみにしていてください。はい、まあ、この新ミュージカルスターミューという作品はすごく青春、純度の高い青春の物語だなっていうふうに僕自身は思っていて、このまあ少し最初この見てるお客さんがこうちょっとこうキラキラしすぎてて、こっぱずかしく見えるようなところももしかしたらあるかもしれないんですけども、最終的にはきっとこう心がほだされていて、胸が熱くなって、この最後までこう見届けられるような、そんな作品になっていると僕は自信を持っていますので、あのぜひ楽しみにしていただければと思います。やっぱりその青春がテーマですので、僕たちがもう毎公演毎公演しっかり青春を送って、それをもう本当感じ取っていただければなと思っておりますので、精一杯このチーム大鳥だけではなくアンサンブルさん含めもうみんなで青春を送って楽しい公演にしていければなと思っております。お願いします。そうですね、さっき見どころの時かな、月神の構成が結構苦労したって話したと思うんですけど、僕も結構大変な、なんか自分と似てるとこ探したりだとか大変な役ではあったんですけど、そういうのもこうみんなにも助けてもらって、こうしたらもっと見えるんじゃないかとか、こういうところが近いからそこを意識したらいいんじゃないかみたいなことをたくさんアドバイスいただいて頑張ってきたので、この新ミュージカルスタミが一つ僕にとって分岐点になるような作品にしていきたいと思ってますし、こう舞台上でのみんなとの掛け合いだったり粋な瞬間を楽しんで被いていけたらなと思います。本当に一公演一公演大切に、あの東京公演京都公演とありますので、あの全ての公演をたくさんの来てくださるお客様に届けれるように、そしてまたあの月曜日から頑張ろうじゃないですけども、あの明日もまた見に行きたいなって思ってもらえるような、そんなあの舞台に僕自身も精一杯頑張って作り上げていけたらなと思います。そしてチーム大鳥やチームヒイラギアンサンブルの皆さんと顔を変えて皆さんで一緒に最後まで怪我なく頑張っていけたらなと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、ミュージカルスタミュー、新ミュージカルスタミューはですね、あの本当箇所箇所いろんなところにですねキラキラが輝きがもうすごい散りばめられて
いるので、その輝きを僕たちがたくさんもお届けしつつ、そうですね、本当少しでも日々の何ですか、疲れだったりとかをそこで癒してもらえるというか、まあ、さっき高生も言ってくれたけど明日から頑張ろうとか日々の活力に、なれるような公演を目指してカンパニー一同頑張っていきますので、ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします、はい。新ミュージカルスタミとなりまして、やっぱ新もう確実に面白くなってます。レベルアップしていて、確実に先代キャストの意思を継いでいて、もう絶対に後悔させない時間にしますんで、このね、あのコメントだったりあのニュースをどこかの媒体でこうやって見てるお客様の皆さんには絶対に見に来てほしいと思っております、うん、はい。そこのあなた、そこのあなたですよ、はい、見てますか、見てるよ今、そこの君なんじゃないの、リビングでくつろいで YouTube を見てる君、ニュースを見てる君、スマートボーイズ、スマボさん、スマボさんのニュースを見てる、絶対にね楽しい時間になると思うんで、はい、見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは以上で囲み取材を終了とさせていただきます。皆様ご協力ありがとうございます。では、はい、キャストの皆様あちらからご挨拶の方をお願いいたします。ありがとうございました。エンタステージ、エンタステージの皆様、ありがとうございます。